三、はい。知恵リアからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは公益財団法人札幌市障害学習振興財団理事長の前川久美夫さんです。前川久美夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私知恵リア何度も来てますけど、ここ入ったの2回あ、そうですか。意外とまだ少ない。ちょっと場所の紹介をしていただいていいですか。はい、知恵リアは、地下鉄宮の沢駅直結札幌市障害学習振興財団さすが。実はですね、はい、町から遠いという印象があるんですけど、全然そんなことはありません、うん、大通りからでも地下鉄15分、うん、そんなもんできます、うん、はい。大変近い。それでホールは436席、大変使いやすい、はい、客席もゆったり、はい、舞台は広いというホールです、はい、ぜひご利用ください。その他にいろいろ学習できる部屋がたくさんありまして、いろんな催しが行われています。はい、はい、そのあたりを含めてたっぷり伺ってまいります。前川理事長にも3つのキーワードで伺ってまいります。キーワードこちらです。じゃん。科学館と知恵リアとすこぶる非常ファゴットだらけはい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。すごい反響しますよね。そうなんですね、はい、ちょっとこういう録音には向いてない場所で申し訳ありません。いつもより微声に聞こえるかもしれない理事長ちょっと風邪気味ということなので、はい、書いていいかもしれない。そんなことないか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんなわけで先ほどご紹介いただきましたこちらの、障害学習振興財団、はい、科学館と知恵リアと2つがお仕事なんですって、ね、はい、そうなんです、はい、地下鉄東西線の両端にあります。本当ですね、端と端。新札幌駅にすぐそばにある札幌市青少年科学館、それから、ここの札幌市障害学習センター、はい、実は建物の名前は札幌市障害学習総合センターということで、私どもの財団のほかに札幌青少年女性活動協会、それから札幌市の教育センター、それとリサイクルプラザ、はい、4つが入っている施設です、はい、その中で私どもの障害学習振興財団の方は、札幌市障害学習センターの運営に当たっている、建物を管理しながら、はい、ということです。それから科学館の方は、うん、科学館と中島公園の天文台を扱っている。あ、そこもなんですね。はい、そうなんです。だからプラネタリウムが科学館にありますし、その他に天文台でもいろいろ観察もしている、うん、その他に今科学館実は休館中なんです、うん、このゴールデンウィーク明けから1年間、ね、耐震工事に入りますので休館中なんですけども、今も出前講座やら、それから今年度の予算で、市の予算で移動プラネタリウムというのを、買っていただくんですけど、それをもう夏以降、あちこち出前でお客様に見ていただこうと。どうするんですか、こういうの持っていくんですか、天井に。そうです、ドーム型のを持ってって、まあ、学校一クラス分ぐらい入れる大きさなんです。それを、まあ、例えばここでもやろうと思ってるんですけど、ロビーで、はい、広いところがあれば、体育室のようなところで、お客さんに入れ替わり立ち替わり見ていただこうということを考えています。見たい。結構見てる小学生がいるわけですね。これから見ていただくわけですね。はい、お楽しみに。はい、そのようにいろんなことされてるんですけど、もうちょっとこう近況を伺いますか。特にこう知恵リアの中ではどうですか。知恵リアはですね、できて12年13年目なんですけども、2000年にオープンしまして、札幌での障害学習の要ということで、まあ、一番数多くやっているのは札幌市民カレッジという催しなんですけども、はい、年間300を超える、講座を市内、ここばかりじゃなくて市内あちこちでご近所先生というのもやってますので、はい、そういう機会を提供するというのが一番主なんですね、うん、それからお客様向けの催しとしては、はい、一番多分親しんでいただいているだろうというのが、はい、私お見せします、はい、この知恵リア寄せなんです、はい、今年も8月の23、4、5の3日間ここのホールで開かれます、うん、桂歌丸会長、落語芸術協会の会長さんですが、それと桂米丸首相も見えますし、ここも何が一番売りかというとですね、
あの名人会とか三人会みたいなものあるんですけど、はい、ここはですね、前座さんも来る、二つ目さんも来る、色物も来るということで本物の寄席の構成をしている、これが一番の売りなんです。素晴らしい、はい。これ8月23、24、25の、ね、3日間ということなんです。3日間で4公演です。4公演、はい、毎年楽しみされている方本当多いと思うんです。今年も豪華ラインナップですね。豪華です、はい、これからですからね、こちらご注目いただきたいと思います、はい、本当いろいろやってますね。それでね、私がここに来たのは2010年なんですけど、はい、その年がちょうどチエリアの開館10周年だったんですね、はい。それで、まあ、その時に私が来た時にすでに準備されていたものもあるんですけど、うんうん、あったんですけど、10周年だから10本やろうよ、うん、ということを来てから職員にけしかけまして、はい、4月に来てまず6月から毎月1本ずつ翌年3月まで10本組み立てました。それが今も継続しているものもあります、はい、ゆりかごコンサートというタイトルなんですけど、はい、毎年出演者は交代していってるんですけども、ここで乳幼児と一緒にお母さんお父さんそれからおじいさんおばあさんも来るんですけど、はい、一緒に見ていただく、うん、で子供が泣き叫んでも OK、お互い様、ということで、はいはい、出なくていい、はい、ところがですね、はい、開演前にはなんとなくというかかなり子どもたちが声がガヤガヤしてるんですけど、始まったらシーンとしちゃうんですよね。不思議ですね。大したもんですね、やっぱりやってみないと分かんないもんですね、うん、それもね。そうですね。それもやっぱ子どもたち聞いてるんだっていう、なんか発見になりますよね。科学館ではそのチエリアの翌年2011年が開館30周年だったんですね、うん、それでその年には北大のノーベル賞を取った鈴木明先生を迎えての講演会、はい、クロスカップリングの実験を目の前でやってくれてびっくりしました、うん、それから今年に入ってから1月に山崎直子さん宇宙飛行士の、はい、方は小学生時代真駒内で過ごしていた、その頃星空を眺めて宇宙に憧れたという話なんですけど、山崎さんに今年の1月に、名誉館長に就任していただいたということで、こちらでも講演会をやって、いただきたいなと思っているんですけども、はい、日程がなかなかね、名誉館長だからでもきっと来るに違いないと思います、まあまあ私来ていただけると思います。まあ、小さいお子さん抱えてるんで、あ、そうなんですね、その部分で、はい、なかなか日程的な都合もありたい、はい、ね、来てくれるといいですね、はい。そのようにですね、こちら障害学習振興財団さんは科学館とチエリア2つのお仕事をされていらっしゃいます。さあ、そんな中ですね、前川理事長に今日お話伺いに行くのって言いましたら、はい、私の周りの方がですね、著書のお話伺ってたくさん書いてるからいう評判を伺ってまいりました。はい、ということで2つ目のキーワードに行きましょう。こちらです、はい、じゃん。